こんにちは、共立美容外科立川院院長の荒垣と申します。学会としましては、日本外科学会、形成外科学会、美容外科学会に学会員として携わっております。あとは日本外科学会の終身認定医でございます。私の出身大学は沖縄の琉球大学医学部第一外科に入局したのが医者の成り立てになります。私は医者になれてての当時は、まずはいきなり美容外科医というわけではなく、腹部内臓の疾患ですとか乳がんなどの乳腺疾患を治療する一般外科という分野に身を置いておりました。一般外科で行っておりました乳房再建手術というものが盛んになり始めたちょうど聡明期でありまして、その再建手術というものに魅了されたことをきっかけに、今度は順天堂大学の形成外科に転身するという流れになりました。順天堂大学形成外科を経て、ここ共立美容外科でお世話になることとなりました。私の外科時代における腹部手術や乳房手術の経験を土台にして、私は現在美容医療医としまして、特に脂肪吸引手術や包胸手術といった体型を改善する手術に力を入れ得意としております。私は高校時代運動部に所属しておりまして、その時顔面に硬式球が当たってしまったで大怪我をしたわけですけども、近くの外科医にその傷をほとんど分かんないぐらいに綺麗に治してもらったのがきっかけとなり、外科医ってすごいというのが私の医者になりたいというきっかけとなっております。患者様がイメージされております理想の仕上がりに近づけるためには、医療技術もさることながら、しっかりとした十分なカウンセリングが大事なものとなってくると思ってますので、そういった患者さんとの出会い一期一会を大切にして、カウンセリングから施術まで時間をかけて丁寧に行っていくということを信条としております。当院は担当のドクター自身でカウンセリングから施術まで時間をかけて丁寧に行っていくということを信条としておりますので、そこが大変にはない強みだと思っております。自分がメスを握った結果で、その患者さんの今後の人生を左右するほどの重要なことを担っていると思うので、一期一会を大事にして一人一人に対して全力で向き合って頑張っていきたいと思っております。70代のお年を召された患者様の方に記憶に残っている方がいらっしゃいます。その方はお孫さんも何人かいらっしゃった方ですけども、自分の顔が怖いということで、孫たちからもその孫の友達からも困った顔をして私のクリニックに飛び込んでこられた患者さんですけれども、眉間にシワを寄せた状態で常に怖そうな顔をしていた患者さんでしたが、眉間のシワを1本治させていただいただけで非常に笑顔が綺麗な患者さんになりまして、その後楽しく孫と遊ぶことができたということで、非常に綺麗な笑顔になって戻って来られた患者さんのエピソードが非常に記憶に残っております。やっぱり美のゴールというのは人それぞれ違うものであると思いますけども、自分が思い通りのと言いますか、いい結果に導いて同じ喜びを患者さんと共感して喜び合える時は一番の幸せではございますが、逆に満足いただけなかった時っていうのは夜も眠れないぐらい非常に落ち込む分もあります。なので常に患者さんの笑顔を求め続けていくのをいつも求めながら日々邁進しております。一番目はやっぱり学会に出席して日々進歩していく美容外科学会の流れをしっかり勉強していくということを常に毎月心がけております。以前に比べてかなり美容外科に対する垣根が低くなってるなっていうのを特に最近感じ始めております。そういった中で患者さんが美容医療に対して間違った思い込みをしてしまっていたり、十分なカウンセリングとか知識を得ないままに手術を行ってしまって、結果に対して間違った方向に進んでしまって後でトラブルになってるっていう部分もよく見受けるようになったので、その辺に関してはちょっと心配する部分もあります。よく言われることが、先生の顔を見るとホッとすると時々言われてするわけですけれども、患者さんのいただく声かけっていうのは、ポジティブな意味で捉えております。どのようなお悩みでも待ってますので、お気軽にご相談ください。お待ちしております。私ども共立美容外科に少しでも
ご興味をお持ちいただけましたら、チャンネル登録といいねをぜひよろしくお願いします。何か質問がございましたら、お気軽にコメントの方をよろしくお願いします。